僕の可愛いお人形。はい、どうもこまるわです。さて、続きはやっていきましょうか。前回めちゃくちゃ伏線張ったよね。まあ、前回のあらすじを簡潔に言うと、まずね、主人公とこの女の子は一緒に暮らしてます。で、この女の子なんと人形です。めちゃくちゃ可愛いのに人形で、なおかつ喋ることができると。でね、性格はヤンデレです。なんかね、ちょっとしたことで嫉妬したりするんだけど、主人公の家に女の子が来るっていうことになってるんだよね、今のところ。で、多分今日来ると思うんだけど、その時に、え、本当に来るの?みたいな感じでじとーっとした目で見てました。で、その嫉妬のせいか、なんか一緒にお風呂に入ろうみたいな感じで一緒に入ってきた後、まあ、主人公はぶっ倒れて、家の部屋、自分の部屋のところにいますということで、今回なんかね、めちゃくちゃ怖い感じになっていくらしい。この女の子はめちゃくちゃヤンデレ化を発揮して、とんでもないことが起こるらしいです。いや、楽しみ。続きはやっていきましょうか。こうして平凡な日常は幕を閉じたからだね。行きましょう。ちなみに今のセーブのところもしっかりモザイクをかけてます。なぜモザイクをかけてるかは、まあ、前回の動画を見てみてください。それでは行きましょうか。僕は人間だった。え、待って、やっぱ人間なんだ。やっぱっていうのはね、なんかさ、この人形ちゃん喋るんだよね。で、見た目から、みんなから見てもさ、明らかに人間にしか見えないんだよ。だからさ、人形って喋るわけないじゃん。だからに、本当は人間で、主人公の妹で、それをなんか、主人公が頭おかしくなっちゃって人形って呼んでるんじゃないかなっていう予想をしてました。アメリアという名前で呼ばれているが、それはマスターから付けられたもの。本名はうっすらと覚えているが、今さ思い出す気もない。記憶的に声に思い出そうとするのは、その情報を要する場面に限定される。今はマスターの所有物なのだから、それ以前の僕の情報は必要ない。現在マスターと過ごす時間、それが僕のすべて。でも一つだけ例外がある。それは過去と現在の接点、つまりマスターとの出会い。それだけは今でも、強く記憶に焼き付き、時々フラッシュバックする。え、どんな出会いをしたかの伏線が回収されていくのか。マクマかな。でね、多分、なんていうの、ホラー系ではないけど、結構ヤンデレ化はするっぽいです。あんたなんかいなければよかったのに。月が見守る?静寂の中、ぽつりと吐き出された言葉が響く。気持ち悪い。あんたの顔を見てると気持ち悪くて吐き気がするのよ。毎日毎日母と顔を合わせるたびに、呪い、なんて読むんだろうな、のように繰り返される言葉。それは幼い少女に呪いを残すには十分だった。慣れとは恐ろしいものだと思う。蔑まれ、いましめられるという異常な行為も繰り返されるうちにいつしか何も感じなくなっていた。しかし響いた言葉は知らず知らずのうちに心の中に反復し、私の中に一つ結論をすり込んでいた。私は醜い。醜くて、汚らわしくて、他人を不幸にさせる存在なものだと。自分の顔の醜さについて意識したことはなかったけど、それが客観的な事実なんだろうと。ちょっとね、読めない漢字多いから、ニュアンスで読んでいくからさ、コメントでよかったら教えて、漢字なんて読むか。どう検索していいかもわかんないんだよね。あ、誰これ、お母さんなのかな。私には父親がいない。女で一つで育てられた、いわゆるシングルマザーというやつだった。密かに父と過ごした記憶は、片隅に残っているような気もするが、顔も怒ったエピソード、多分これ怒りって意味だね。怒ったエピソードを思い出せない程度のものだった。成長してますます、あいつの顔にそっくりになって、当てつけのつもりかしら。父の顔を思い出せない私は、思い当たる部分もなく、キョトンとした表情で母を見ていたと思う。だから相当父のことっていうか、夫のことが嫌いだったんだね。でも、まあ、この娘ちゃん、アメリアちゃんは全く覚えてないと。その自分は悪いことをしていないですってめ。そうやって人に責任を押し付けて逃げるのよね。幾度か、母に直接父のことを尋ねてみたが、この様子を崩さず口を開くことはなかった。何も教えてくれないと。記憶はなく、血が繋がっている父のことを少しでも知りたいと思うのは当然のことなので、母の目を盗んで家の中を調べた。プライベートな場所まで探ってみたのだが、父の写真や連絡先など、情報は欠片かな?は、一つも見つけることはできなかった。一切情報が見つからない。写真すらない。そんな私が唯一できたのは、度重なる母の愚痴を手がかりに自分の過去を構成すること。その結果、次第に母の怒りを理解するようになった。いや、でもさ、それって母から目線のことしかわかんないから、父からしてはまた別の事情があったかもしれないじゃん。どうやら両親は、お互いが高校生の時に交際していたのだが、母は18歳の時に妊娠したことを知った父は、母に一言も告げることなく、引っ越し、そのまま音信不通になったらしい。つまり逃げたってことか、妊娠させて。
一学生という立場で中絶する資金もなく、でも産む方がお金かかるくない？世間体の目を気にした母が取る選択は一つしかなかった。病院外で産むってこと？未成年でもう一つの命を持ち、育てるという重みは、想像しきれるものではない。育児をしつつ、無事高校を卒業できたのはいいもの。それめっちゃすごいじゃん。育児しつつ。でも高校通ってる時にさ、もう妊娠してるんだなってわかるくらいお腹は膨らんでいくよね。いいものの、取り残された母が味わった孤独や、孤独と慈悲かな？慈愛かな？は、抱えきれないものだろう。はぁ、少しでも負担を減らしてあげたいとは思ったが、アルバイトなどできる年齢ではない。母は私の学費のために派遣や夜の仕事を繰り返しつつ生活していたが、それでも結婚への意欲は、顕著だった。つまり結婚もしたくないと。顕著ってどっちだ？ちょっと調べてくるね。はい、顕著っていうのははっきりしないだから、まあ、ちょっと迷っているとかそういう意味なのかな。娘のひいき目に敷いても、母は同年代の女性と比べてはるかに美人だと思う。それは幼少の時からそうだったのだろう。周りからチヤホヤされて不自由なく育った母は一言で言うとプライドが高い女性だった。まあ、周りがチヤホヤしてくれるから、してくれるからこそ何でも、なんていうの？自由に育てられたのに、でも結局バッドエンドを迎えちゃったわ、私、みたいな感じで思ってるのか。こんなに私ってすごいのに、なんであいつは捨てたの？みたいな恨んでる感じだね。そんな母が結婚相手に望むのは自分に釣り合うような異性。その条件は、美貌、役職、年収などを持ち合わせている男性になるだろうというのは、こういう関係が貧しい私でも想像がつく。たびたび男性と待ち合わせしていた様子を見かけたことがあったか。じゃあ結婚する気はあるね。でも、それが結婚までには至らないって感じか。その身なりや、電話の内容から憶測するに医者や弁護士は数人ほどいただろうか。それでもダメなんだ。ねえ、どうして私が幸せになれないと思う？まあちょっとあれじゃない？自分の、なんていうの、立場と釣り合ってないからじゃない？それかまあ高望みしすぎてるみたいな。まあでも極論どっちかだよね。自分を成長させて上の人と付き合うか、妥協して下の人と付き合うか、もうどっちかだと思う。だってさ、釣り合わない状態で付き合っても、いつか捨てられちゃうみたいな感じで思ってさ、病んでいくと思うんだ。何回も聞いた言葉、続く言葉もきっと同じだろう。みんなあんたのことを知った途端にね、離れていくのよ。なんで？母が異性を、より好みすると同様に、ある程度の地位を、誇示する、男性は、若く美しく貢献的な女性を選ぶ。その中で子持ちというハンデを、負った母は、その財から落とされるのだ。じゃあなんで産んだんだろうね。てか、産むお金はあるのよ、下ろすお金はないっていうのがちょっとわかんないんだけど。あんたさえ産まなければ、私は幸せになれたのよ。めっちゃかわいそう。それを母親から言われたらもうなんかだいぶやむくない？私はここにいちゃいけないんだ。私って生きてちゃいけないんだって思っちゃうよね。その深い、不愉快な顔と一緒に消えて。私が悪い。醜い私さえいなければ、お母さんは幸せになれるんだ。だから人形、出て行ったのかな？カチ、カチ、カチ、カチ。母が就寝したのを確認し、時計の針が12時を回ったその夜、私は家という名の檻から逃げ出した。まあやっぱ逃げるっていうか、家出する以外なかったよね。居場所がないもんね。その帰属欲を満たせないもんね。喉か？絞り出すような声が出る。走っている時に雨が降り出したのだろうか？いつもは煩わしく感じるそれも、今はありがたかった。おえつが激しい雨音に溶けて、路地に響くこともないから。ゴミ箱の周りには落ちたタバコ、空き缶などが散乱していたが、気にする余裕もなく地面に座り込む。潜んでかな？いる表情に反し、接しているコンクリートから伝わる冷たさと夜の寒気で思考は比較的済んでいた。こんな声を出すことに、できたことに、逃げ出して初めて気づいた。そして抑圧していた自分の本音にも。苦しい。苦しい！苦しい！私は息苦しかったのだ。まあだって存在しちゃいけないみたいな感じ。あなた産まなきゃよかったわ。もうひどすぎるよね。うちに潜んでいる黒い感情を声に変換し、暗闇を吐き出してもまだ苦しい。内側から溢れ出るのを止める術もなく、本能のまま叫んでいた。苦しい！助けて！っていうことだね。今まで暴言を吐かれ、存在を否定されても泣いたことなかったのに、解放され、一人きりになった途端、ようやく泣くことを許されたのかもしれない。今まで泣くことすら我慢してたのか。今、私を監視しているものも何もないのだから。子供の世界は大人とは比べ物にならないほど小さく脆い。大人が口にした些細な言葉がトリガーになり、束縛し、押さえつけられ、その世界が、投じしてしまう。私の本質が歪み、
変容かな？変容してしまうのは容易ことだった。厄介なのが大人になってからこの事実を知ることができるということ。子供には変化が起こっているかすら気がつくことができない。え、でもさ、大人になって自分が気づいたら、その自分の子供には気をつけることはできるんじゃないの？でもそれ、あ、だからお母さんは何でも自由に育てられたから、そういうこと知らずに育ったのか。私の世界なのよ、みたいなお姫様的存在なのか。ただ染められてしまうのだ。いつの間にか歪んだ心にひびが入り、大人の世界へと膨らむ家庭の、家庭で隙間は大きくなっていく。気づかない間に中身は流出し、流出であってるよね。流出し、気づいた時にはすでに遅く、欠陥として受け入れるしかない。学校に通っている時も、母の言葉がかけた呪いは、一時も離れることはなかった。自分の存在が変容した私は、誰にも心を開けずにいた。めっちゃかわいそう。だからもう、私は行っちゃいけないんだっていう存在で、もう学校にも居場所はなく、家に帰っても母親からそんなこと言われて、どこにももうなんか自分を認めてくれる人はいなかったと。当然友達などできるわけがなかったし、母の高圧的な態度を、うわ、望ましくかな。違うと思うけど、まあそういうニュアンスで読むね。望ましくない、望ましく思っていた、先生の視線も冷たく感じられた。あ、ちょっと違うな。ごめん、読めない。私はこのまま誰にも打ち解けられない存在でいるのか。いやーでも、その中でも人形に変わったっていうことは主人公が現れるんだな。嫌だ。私は必要とされたい。私を救い出して、肯定して、温めてくれる誰かが欲しい。ちょっとヤンデレメンヘラあるあるになってきたね。承認欲求が出てくる。でも、ちょっともう、親が原因で歪んでるパターンだね。その時だった。あー来た！これ拾ってくれるのか？人形？え？こんな場所に人が来るわけないだろうと油断していた。頭、なんて読むんだろう。ちょっと調べるね。はい、普通に頭上だね。頭上ごめんね、滑舌悪いの。頭上から降り注いだ声に反射的に反応し、泣いていることを取り繕うかな。暇もなくぐちゃぐちゃままの顔を上げた。あ、かわいい。おー、こうして二人は出会ったのか。ちょっと立ち絵見てみよう。え、かわいい。普通にまだ幼いね、右の子。てか主人公も結構若いね。もっとさ、40歳くらいのおじさんみたいな口調だったよね。そこには優しそうな少年が立っていた。年齢は高校生から一緒に暮らしてたのかな。年齢は高校生くらいだろうか。その日、攻撃的な瞳は私をこの世のものではないような目で見つめていた。他人の視線で不快感を覚えなかったのはいつ以来だろうか。でもさ、この女の子普通にアメリアちゃん可愛いよね、顔なのにさ、あんたはマジでブスだから消えちまえみたいな感じで言われてたのかな。君生きてるの？はてな。生きてるとはどういうことだろう。私は確かに呼吸も瞬きもしているし、脳だって自覚する上では正常に機能しているはずだ。初対面の人に哲学的な問いをするほどの、よほどの変人にも見えない。普通の問いだと仮定するとしたら、返す答えは一つしかない。生きているなのかな？助けてかな？生きてます。まあそうだよね。生きてるのっていうのはどういう意味なんだろうね。心が生きてるのか、感情が生きてるのか、もう感情と心一緒か、身体的に生きてるのか、それでも人形と思ったのか、どういう意味なんだろう。ということは人間、どういうことだ。こいつ深いな、いちいち。この主人公やばいな。はい。あ、でも人間に対して答えはいなんだね。だったら人形って間違えることはないよね。いつか人形として思われてたんだろう。むしろそれ以外の何に見えるというのかと思ったところで、最初にかけられた言葉を思い出した。確か彼が口にしたのは、なんだ、人形じゃないのか。そりゃそうだよな。他の研究所でここまで高度な、自立機能が備わっているタイプを開発したなんて見にしてないし、焦ったような、ほっとしたような。でもさ、ちょっと待って、人形の域超えてない。ロボットとかじゃないその範囲って。あ、でもさ、お父さんはロボット作ってたのか。人形とロボットってなんか言ってたよね。失礼なことをしたね。僕は色道紡ぎかな。これは紡ぎの方だよね。だから息子の方だよね。隣の市のフィルという店で人形師をやっているんだと言っても、まだまだ駆け出しだけど、表情を見るに、どうやら先の問い、先の問いは、本当に純粋な気持ちで尋ねたらしい。特に不快だとは思わなかった。君、僕の人形にならない？完全に主人公の方が頭おかしいです。君、僕の人形にならない？やばいよね。どういう意味なんだろうね。君、雨の中寒いだろうか。よかった、うち来る、まだマシ。カフェ行く？もう、全然オッケー。警察行く？まあ、ちょっと警察行くは怖いかな。人形にならない。もうこいつはやばい。頭がおかしい。
前言撤回。やっぱりこの人は変人なのかもしれない。なのかもじゃない。もう頭がおかしい。絶対変人。やばい。こいつは関わっちゃいけない。もうほら見て、サイコパスな表情してるじゃん、こんな顔。やばい、もう堀川くんもびっくりよ。ちょっと恥ずかしいけど、一言で言うと一目惚れかな。君があまりにも可愛いか、驚いたんだ。だからって言って人形にならないはおかしいけどな。付き合ってくださいの方がまだマシだ。付き合ってくださいも初対面で怖いな。可愛い。さっきまで醜いと非難され、何年も罵られてきた自分にかけられた言葉とは、到底思えなかった。まあ、真逆の答えだよね。可愛いか。ゴミみたいな感じで呼ばれてたもんね。まあ、そこまでは言って、いや、それ以上か。心の底が、チリッと、うわー、めっちゃ難読感じきた、なんちゃらいたような気がした。僕は完璧な人形を作るのが夢で、毎日パーツとにらめっこしているんだけど、いまいちこれだっていうものが作れなくて、あ、今日もパーツを、いろいろと調達した、隣の島では来たんだよ。まあ、じゃあ元から実力はあって、でもアメリアちゃんを完成させたのは、あれなんだよ。人形って意味じゃなくて、心って意味で完成させたのかな。どういう意味なんだろうな。なんで人形なんだろう。って僕のことはいいんだ。君はどうしてこんなところにいたの？家族は？うわー、家族について聞いちゃダメだよ。家は？なんでいるの？いや、聞かない方がいい可能性もあるな。家族ってなんだろう？血は繋がっているが、私を愛してくれない母など、家族と言えるのだろうか。いません。逃げてきましたから。おー、いい表現だね。めっちゃ訳あり感あって、なおかつ家族とトラブルも起こってるっていうのを、この一言で察せるよね。てんてんてん。沈黙。建物にぶつかる雨音が耳に届く。戦国かなと比べると、雨の勢いは、やや減ったようだ。まあ、雨も若干止んできたのか？そうなんだ。何かを、察知したらしい彼は、幸いにもそれ以上私について深追いすることはなかった。そのことに少し、いや、かなり安堵した。帰る家がないんだよね。だったらなおさらだよ。僕は君が気に入った。だから僕の家に迎えたんだ。怖い、こいつ。家出少女かくまったぞ。これ法律上アウトじゃない？監禁だよね。ちゃんとした、れっきとした誘拐と監禁罪が成立すると思うんだけど、どうなんだろう。人形だったらセーフなのか。そういう意味か。だから、こいつは人形だから、人間じゃないから監禁も誘拐もしてませんみたいな、所有物ですみたいな感じで言うのかな。もう人権を度外視して。どうしてそこまで。さっき言っただろ。僕は君が可愛いから好きなんだ。これやばい、こいつ。主人公怖い。僕の理想の、造形をしている求めている人形の活性系だから、制作の参考にしたいんだ。どっちがやばいか分かったね。主人公の方だね。ヤンデレがやばいと普通思ってるけどさ、主人公の方が頭がおかしかったわ。サイコパス主人公とヤンデレ少女の話だね。綺麗な宝石を手に入れて手元に置いておきたいと思うのは不思議なことかな。理屈は分かったような気がするが、納得はできなかった。私が宝石、ガラクタの間違いじゃないだろうか。そんなものを必要としてくれる彼が不思議で仕方ないと思うのは当然だ。まあ今までだって認められてなかったもんね、誰からも。しかも友達もいなかったし、告白もされることもなかったんだろうね。だから、あ、自分はブスなんだ、惨めだなって思って生きてきた中で、あなたは可愛いですって言われたら、もうそりゃ、承認欲求も爆発的に上がるよね。上がる？満たされるよね。言い潜む言葉とは裏腹に、胸では一つの感情が膨らむのを自覚していた。嬉しい。生まれて初めて私という存在を認識し、必要としてくれるその感覚は、甘みって読むのかな？ちょっと調べてきていい？甘美って読むらしい。普通に甘くて美しい意味だって。もし許されるならば、求めていいのならば。言っていいの？私は必要とされていいの？もちろんだよ。もし僕のことを不審に思うなら、今が近くの知り合いの人形屋によって身分を証明してもらう。いやでもさ、ちょっと待って、知り合いだったらそいつもグルな可能性あるぞ。てか不審に思うでしょ普通に。身分を証明してもらってもいい。一人暮らしだけど、養う余裕はもちろんある。いやいやいや、まあ確かに養う余裕あるんだけどな。でこの少女はお金もなくてもう公園暮らしか警察行きかも、どっちかだもんね。警察に行って家に戻されるか、もしくは別の男についていくかとか、女の子助けてくれるのかな、このパターン。家出少女を少女がかくまうっていうパターンあるのかな。まあ、知り合いもいないし、友達もいないもんね。まあ、じゃあこいつについていくか、明らかにやばいそうな目してるけど。正直不審だろうと、何でもよかったのだろうと思う。居場所がある。それだけが私の望みだった。まあ、そうだね。家さえないからね、今。私はそこで何をすればいいんですか？あ、人形になりきるってことか。何もしなくていいよ。ただその容姿を保ってくれればね。まあ、欲を言うと、家事とかちょっとそこら辺をやってくれれば嬉しいけど、他の人形は、君みたいに、繊維かな。繊維に動いてくれないしね。
まあ僕の研究は造形に重心を置いているから動作にはこだわってないな。おっと、話が長くなるから今度語ろう。カジ、それだけでいいのか。それだけで私の居場所を用意してくれるのか。彼に褒められるだけで心が温かくなる。じわりじわりと心を蝕む歓迎。ここから少しずつ歯車が狂い始めた。そういえば君名前は？ああ、やっぱりいいや。今か、君は僕の所有物になるんだから怖いってこいつ。以前の名称なんて捨てたも同然だ。そうだな、アメディア。うん、アメディアがいい。アメディア、いい名前だろ。完璧な君はみんなから愛される存在にならなければならない。雨の日に出会ったのもかけている。だから、アメリア。リアは何だろう。それから僕のことはマスターという。マスターと呼んでくれやばいこいつ。もっと普通の人と出会った方が良かったんじゃないか。まあでもお金持ってるからな、その辺追い出される心配もないし、豪邸に住めて楽もできるし、確かにな、働くよりはいいか。マスターって呼ぶだけでいいなら、マスターと呼んでくれ。いいかい？今から君は僕のお人形だ。お人形扱いされたんだけど、やばいやつに。私はアメリア、マスターのお人形です。4年前、4年間一緒に住んでたんだ。で、初めて、この間っていうかさ、前編編で一緒にお風呂に入ったんだ。とある夜。こうして私はマスターから名前を授かり、人間から人形へとなった。なるほどね。まあじゃあ本当に人形っていうわけじゃなくて、自称人形だったんだね。だからやっぱ喋るのも人間だし、周りから見ても、あ、そっか、じゃあ周りから見たら普通の人間とデートしてるって思いきや、なんか変な服とか着させたり、こいつは人形だって言ったり、やっぱ主人公が一番やばいやつってことか。すごい。一通り家を案内してもらった後、最初にされたことは着替えだった。最初に気が、まあそうだよね。濡れてるからね。どっちかっていうとお風呂の方がいいけど、まあでも、いきなりお風呂怖いよね。カメラとかあったらどうする？てか、大豪邸すぎない？これ。ホテルよりも何て言うの？なんだっけ、スイートルームとかよりも豪邸じゃない？まあ、それホテルによるか。初めて着る？フリルやレースのたくさんのドレス。普段の服と居心地も全然違う。手振りがスルスルとしていて、肌が触れるたびに気持ちよく。なんて言うんだっけ、こういうの。シルクだっけ？なんだっけ？なんかそういう素材あるよね。無知な私でも高級な素材を使用していることは分かった。新しい衣装を身に包まれることで、本当に新しい自分になったように感じた。そういえば、母は出かけるたびに、いつも違う洋服を着ていたな。きっと、会う男の人に、綺麗な、姿を見せたかったんだろう。いや、過去のことを考えるのはよそう。人間の私はもういないのだから、生まれ変わったっていうことか。こんな、高級そうなドレス、本当にもらって大丈夫なんですか？大丈夫の何も君のために用意しておいたものだよ。理想の人形が完成したら着させようと思って何年もずっと店やネットを探して買ったものだ。大切にしてくれると嬉しい。そうですか。しかし本当に可愛い。まさか理想の容姿に、しかし本当に可愛い。まさか理想の容姿に出会えるとは思わなかった。あ、そこのリボンもう少し上かな。じっとしててくれ。さっきからずっとこの調子だ。服を着ただけで褒められ続けて可愛いと言われる。脳がクラクラとする感覚にドレスの裾をギュッと掴みうつむく。きっと今私の顔は真っ赤になっているだろう。あー、隠さないで、その顔も、と僕によく見せて、温かい手が頭に乗せられ顔を上に向かされる。じっと優しいマスターの視線がぶつかる。このままチューするんじゃないか。もっと褒めて、もっと可愛がって、もっと必要として。めっちゃ承認欲求強くなってきたな。今まで愛された経験がない反動でスポンジのように甘さを吸い込んでいった。あー、なるほどね。愛されなかったこその承認欲求の強さが出てきたのか。今からでも何かできることはありませんか。もうすでに依存的だよね。だってさ、この人がいないと生きていけないっていうのはもう本当の意味でそうじゃん。だからもう依存状態には入ってるよね。彼に恩返しをしたい。喜んでもらいたい。感謝の気持ちをすぐにでも伝えたい。これといった、特技や財産もない私ができることなど、たかが知れているだろうが、幸いにも簡単な家事は一通り身についている。おー、さすが、家事はやらされてきた分、そこでなんかスキルとして身につけたんだね。いや、今日は疲れただろう。この部屋で休んで体調を整えてくれ。それが僕が一番してほしいことだ。優しいなぁ。そうですか。すぐにでも行動に移そうとして気合を入れていた肩を落とす。あ、いやー、そんなにがっかりされるとは思わなかった。もしかして恩返しをしようとしてくれてるのかな。ありがとう。さっきも言った通り、アメリアはいてくれるだけでいいんだよ。残念だが、マスターはそういうのなら、マスターがそういうのならば、従うしかない。僕の言うことが最大事項だから、本当に気にしないでほしいんだけど、どうしてもって言うなら、明日から家事は自由にやっていいよ。あと、敬語も必要ないから。任せてください。あ、
任せて。でもさ、マスターって呼ぶ割、言わせる割には敬語消すんだ。どういう関係になりたいのかちょっとはっきりさせてほしいな。それでいい。あとは伝えることあったかな。今まで一人暮らしだったから、他人のことなんて考えたことがなかった。一人暮らしで一部屋空いてベッドまで用意されてるとはどういうことでしょうか。なんか何人もよ、あーでも彼女いないし、親も、ねえ、もう亡くなってるし、じゃ、どうやってこの家で住んでたんだろうな、今まで。なんか、それだったらさ、ちっちゃいアパートとかに住んだ方がいいんじゃないの？数少ない友人も、人形バカが映ると言って、なかなか家に来たこと、来たがらないし。まあ、おいおい教えるということでいいか。じゃ、おやすみ、アメリア。はい、おやすみ、マスター。明日からよろしくな。こうして夢か現実かわからない一日は終わりを告げ、私とマスターの日常は幕を開けた。いや、でもさ、これいい出会いをしたんじゃないか。だってさ、家までもらって、で、家事とかまでしなくていいんだよ、ぶっちゃけ。サボろうと思ったらサボっていいんだよ。じゃあさ、誰が家事してたんだろう、今まで。自分でやってたのかな。人形を作りつつ家事もしつつ、でもこんな大豪邸掃除するって一日かかるよね。この家に来てからは初めて経験したことばかりだった。自宅で他人と一緒に食事をしたり、外出したり、楽しく会話をしたり、ただそばにいるだけで喜んでくれるし、けなされる、なんて読むかわかんないけど、けなされると同じニュアンスだね。けなされることも叱られることもない。マスターと過ごす一日一日が楽しい。人生ってこんなに幸せなものなんだ。そして何より、マスターに褒めてもらえることが一番嬉しかった。褒めてもらうために時間があれば、空き部屋まで掃除したし、好みを観察して料理に、反映させたりもした。多分、マスターの好みということなら、本人よりも把握している自信がある。本人は隠せていると思っているような部分まで。まだできることはたくさんあるはず。これからの生活は期待と幸福に満ち溢れているに違いない。そう、この時は思っていた。でもさ、あの女の子が来たせいでそれがぶっ壊れるから、マスターを返せみたいな感じになるんじゃないの？僕はね、人形に性別はないと思っている。ある日のことをマスターは語り出した。専門的な話はまだわからないが、マスターが嬉しそうに話すのを見るのは大好きだ。わからないなりに会話をするうちに、だんだんと人形の知識も馴染んでいた。人形と一口で言っても様々な種類があり、並べているものも一体一体表情が違うのだ。彼ら、他の人形たちと過ごすうちに愛着が湧いてきたように思う。仲間意識が芽生えたということなのかもしれない。仲間ではないけどな。他は本物の人形だけど、君は人間だからね。これからもっと分かっていきたい。理解できたらマスターに喜んでもらえるから、愛されるから。だから人形としてのなり振る舞いをしたいっていうことか。性別というのは、生物を分類する上で必要だ。なぜなら多くの場合、オスとメスがバンって読むのかな、バンになることによって、生殖は成立し、繁栄は存続するからね。はてな。その相手を選ぶとき、必然的に、オスよね。これオスはメスというカテゴリー、オスをメスというカテゴリー、あ、ごめん、オスをオスというカテゴリーで見る。もちろん、その逆もしかり。つまりだ、その答えを見るとき、必然的に異性というフィルターがかかってしまう。例えば同じ行為を同性がするか、異性がするかで評価は大きく変わってくる事例も多いだろう。多いね。それは確かにあるね。まあ、極端な話、これさ、否定とかそういうわけじゃないけど、男子がスカート履いて可愛いと女子がスカート履いて可愛いっていうのはまた別の意味合いだよね。男子が履くからこそ可愛いって意味と、女子が履くから普通に可愛い、似合ってるかどうかの可愛いって、全く別じゃん。もちろん今のが逆パターンで、男子が履いてるからキモい、女子が似合ってないから可愛くないとか、もうそういうパターンもあるけど、ちょっと意味合いが変わってくるよね。僕たち人間は性別の概念に束縛され、純粋な視点でその答えを評価できていないということになる。つまりマスターが言いたいのは、性別は邪魔だっていうこと？いやー、少し違うな。それを否定するつもりは全くないよ。人間には必要なものだ。でも、人形には生殖の概念は存在しない。つまり異性に媚びへつらう必要はないんだ。だからより自由になれるっていうことか。だから性別にとらわれない究極の美しさを追求することができる。人は宝石の性別を意識しない。なのに風呂入ってちょっとあれだよね。ちょっとあれだったよね。興奮してたよね。僕の人形は外見は女性型に分類されるけど、それは僕の理想の、造形を体系したらそうなっただけであって、女の子を作っているとは一度も思ったことはない。ちょっとややこしい話だから僕ついていけないんだけど、人間と同じ死刑かな、死刑でありながら人間のように囚われていない。だから僕は人形が好きなんだ。なるほど、マスターが人形にこだわる姿勢が少し納得できたような気がする。
僕は全然できてない。もうついていけない。てかさ、めっちゃどうでもいいこと言っていい？このさ、画面の超中心にある黒い塊なんだろう？電子レンジなのかテレビなのかどっちだろう？テレビだとしたら結構古い型だよね。もう昭和中の昭和って感じするけど、でも電子レンジだったらなんでここに電子レンジ置いてるのって感じだよね。なんかあれなのかな？冷凍食品とか意外と食べてたりするのかな？この辺で。でも、その理論に基づくと、肉体的には女性に分類されている私はまだ不完全とは言えた。あー、なるほどね。いや、でも喋れるからこそ完璧で、しかも可愛くて動けるからもう完璧なんじゃないの？悔しい。人形のように性別に左右されなければきっと完全な存在として、脳か。ちょっと調べます。はい、消化って読むらしいです。ある状態からさらに高度な状態へと飛躍すること。まあだから、レベルアップってことだね。きっと完全な存在へとレベルアップできるのに、マスターが望む理想にもっと近づきたい。僕は人形が羨ましいです。それだけが私の僕の望みなのだ。あー、だからもう人形になりたい欲まで出てきたと。最初出会った時はこいつやばいやつだっていう自覚があった、そういう認識ができたのに、もう今となってはこの人の人形でありたいと願ったと。マスター、僕の愛しいマスター。あー、もっと可愛いと言ってほしい。僕の存在を肯定してほしい。僕だけを愛してほしい。他の人間には目を向けず、僕だけを見てほしい。そのためなら僕はいくらでも貢献的になる。更新的で、おー、なんかめちゃくちゃ怖い感じになってきたけど、一応ホラーゲームではないから安心して。まあ、でも結構怖いらしいけどね。約束の日の朝。この約束の日っていうのはね、人形屋で、塗装屋だったかな？女性と会って、で、その女性は、なんかね、いろいろ接点があったんだよ。実を言うとね、主人公の父親が作った人形を、その女性は持ってたんだよ。で、なんとね、その女性、お父さんのことを探してたんですよね。その人形を作った。ただし、そのお父さんはすでに亡くなっていて、だから主人公の家にちょっと話をしに行きましょう、みたいな感じで今日来る予定です。すでに客間を片付け、身だしなみを整えておいた。家では作業着ばかり着ていたので、普通の格好でいるのは新鮮で少し落ち着かない気分になる。考えてみると、この家にプライベートで人を招くなんて何ヶ月ぶりだろう。しかも女性が来るなんて当たり前に初めてだった。初めてなんだ。結構なんかモテそうな感じはしたけどね、人形作れるってスキルの時点でさ、女子からはモテそうじゃない？だってさ、女子からしたらさ、人形作れる男子ってなかなかいないわけじゃん。だから人形作る女子からしたら、人形作る男子といろいろ話も合うし、そういう接点とかでなんか仲良くなれるんじゃないか？なんか緊張してきた。予定では、親父の人形をじっくり見せてもらう約束をしている。あ、そうなんだ。だから、その人形持ってきてくれるっていうことだね。エマ、そう、このエマっていうのが女性ね。エマの祖父。同業者の友人に譲ったということは相当な自信作だったと、だったということに違いはない。目にするのが楽しみだ。希少な趣味を他人に理解してもらえ、さらに語らい合える貴重な機会。それに対する期待は、時間が近づくたびに膨らむのを実感していた。時の、針が約束の十字を刺す。しかし、エマが現れることはなかった。うわー、これちょっと待って。人形ちゃん、アメリアちゃんが何かやったんじゃないか？そんな気がするよね。ずっと待ち構えてて、刺したとか？怖い感じになるっていうのはもう刺しててみんな。おかしい。約束の時間か1時間も経っているのに、チャイムはまだ鳴らない。まさか迷子だろうか。来日して数日、不慣れなことばっかりだろうし、その可能性は高い。まあ、一旦ちょっと連絡してみるはありだと思うけど、僕はね、30分くらい待つかな。とりあえず連絡もせずに。なんかいきなり連絡したらさ、早く来いよみたいな焦らせちゃう感じになっちゃうから、ちょっと30分くらいは、10時半までは待ってみて、それでも来なかったらメールで一通送るかな。今日どうみたいな。大丈夫そうみたいな感じで。で、なんかここでさ、あーごめん、他の男とデート行ってるとか言われたらもう完全ブロックだよね。それはもう縁切るわ。気を利かせて近場で待ち合わせをした方が良かっただろうか。過ぎたことを後悔しても仕方がない。携帯は持っていかないとね。家電話で連絡を取ろう。あ、そっか、メールもできないのか。不便だな。でもパソコンがあるんだったらメールできるんじゃないの？以前渡された連絡先のメモを、取り出し、時代外れな重いダイヤルを回した。黒電話かよ、しかも。てかさ、ちょっと待って。電話番号があってもショートメールはできないのか？あの電話番号でメールできるやつ？だったらもう電話一択しかないってだいぶ不便じゃない？仕事のメールとかもできないわけじゃん。それはメールアドレスでできるのかな？もしもし、エマか？指導紬だ。今どこにいるんだ？てんてんてん。迷子になったのか？それとも何か用事ができたのか？別に怒ってないから一言そう伝えてくれば。ちょっと待って。これは電話が繋がっているっていう認識でいいのかな？それとも繋がってないの一人で喋り出すみたいな、なんていうの？そこまで主人公やばい感じではないよね。
てかなんならさ、その今から来るエマちゃんも人形にしようとしてるんじゃないか、そう思っちゃうんだけど、返事がない。何かおかしい。まあでも電話に出たっていうことはわかるね。ん？違和感の正体に気づく。耳元を当てた黒電話か、ノイズどこか、呼び出し音すら聞こえていない。ってことは電話線を切られているのか？焦って番号を押し間違えたか？え、待って、主人公、やばくない？トゥルルルみたいな音を聞いてないのに、もしもし、エマか？みたいな感じで喋ったってこと？大丈夫かな？なんかいろいろ薬とかもられてない？なんか普通じゃなくなってきてるよね。疑問を胸に視線を横に反らすと電話の線が切れていた。さあ、怖い展開来るぞ、みんな。僕叫ばないからね、絶対に。いつの間に。男性の原因は思い当たらない。気にはするが、今は探っている時間も直している時間もないので、考えるのは後回しにするしかない。まあ、時間は十分あるけどね。だって待ってる時間だもん、今。電話が繋がらないのなら、外を探そう。受話器を置いて、廊下を小走りで移動し、玄関の扉を開けようとした。ちょっと待って、豪邸すぎないか、これ。何部屋あるの、家に。これ、廊下から行った突き当たりの場所ですでに3部屋あるよね。で、これがもし2階建てだったら、20部屋くらいあるんじゃないの。だが、ガチャ。開かない。あー、アメリアちゃんやらかしてるね、これは。完全にアメリアちゃん、もう嫉妬して、監禁状態を起こしちゃってるね。鍵を管理しているのは僕だ。それなのになぜ鍵がかかっている。まさか。僕に玄関へ来た記憶がないとすると、残る候補は一人しかない。彼女はきっと何か事情があって鍵をかけたのだろう。とにかく本人に聞いてみるしかない。マスター、どこ行くの？昨日風呂場で聞いた声と同じ冷たい声。僕はゆっくりと振り返った。さて、この後振り返るパターンで言うとめちゃくちゃ怖い顔か、まあ多分立ち絵だろうから、僕はわーって普段だらなると思うんだけど、絶対に今回はなりません。なぜなら僕はこれはホラーゲームではないと知っているので、さあ行くぞ。あれ怖くない？アメリア？そこにいたのは予想通りの人物。いつもと変わらない表情、いつもと違う声。昨日感じた違和感が、再び僕を襲った。ちょっと約束があってだな。外に行かなければならないんだ。だから鍵を渡してくれってことだよね。どうして？昨日エマが来るって言っておいただろう。時間を過ぎても連絡は取れないんだ。まあ、だってもう生きてるかどうかすら怪しいもんね。そうなんだ。まさかその女のところに行くんじゃないよね。その女ってアメリアがこんな言葉遣いをするなんて一体どうしたんだ。まあ、嫉妬してるのを察してない時点で主人公は相当やばいと思うけど。いやーでもなあ、難しいな。人形だと思ってるもんな。で、人形になりきろうとしてるから、普通に考えたらそんなことで嫉妬しないでほしいっていう気持ちはあるな。エマのところだ。てんてんてん。あ、女じゃなくてエマ。名前で呼んだ。あー、嫉妬の字止め来たよ。もしかして、玄関の鍵をかけたのはアメリアか？理由は後で聞くとして、今はとりあえず外に出なければならないんだ。鍵を持ってきてもらってもいいか？マスター、必死な顔をしてる。早く会いに行きたいんだね。約束の時間からかなり経っているんだ。心配するのは当たり前だろ？心配する必要なんてないよ。うわ、来た！もう心配せざ、一生心配する必要がないってことだね、多分。はてな。だって、あの女はもう来ないし、何をしたんだ？なんでそんなことがわかるんだ。まさか今日会ったのか。そういえば朝いつも通り食事を共にしてからアメリアの姿を見ていなかった。部屋の掃除や家事をしていたの、していたのだろうと思い、特に気には留めていなかったのだ。可能性は少ないが、先にアメリアと会っていてもおかしくはない。あの女がマスターと接点を持つだけでも吐き気がするのに、ましてや家に呼ぶなんてどうかしてるよ。僕とマスターの城が汚れちゃうよ。汚れちゃうっていうか、二人だけの家ではない。ああ、まあ二人だけの家か、そうか。でもさ、そこで嫉妬されたらもうだって恋愛感情発展するから人形じゃなくなっちゃうよ。それでもいいの？人形になりたかったんじゃないの？それとも人形として、嫉妬してるのか？だから、エマちゃんのことも人形として見ててるのか？どういう意味なんだろうね。まあでも独占欲は働いてるよね、完全に。楽しそうに準備をするところなんて見たくなかった。電話も会話も目を合わせることだって。すべての原因はあの女。昨日あの女と出会わなければよかったんだ。そうすればきっと今日もいつも通りだった。絶対に許さない。あの女のせいでマスターはおかしくなったんだ。その罪は何よりも重いものだよ。なんだこの様子は。どうしてこんなことを言うんだ。優しくて、愛らしいかな？愛らしい彼女が。悪意を、あーごめんなさい。これ読めません。なんちゃらはにするアメリアなんてこれ以上見たくない。質問に答えてくれ。エマはどこにいる？だからいなくなればきっと僕だけを見てもらえると思ったんだ。背筋が凍る。もしかして彼女に何かしたのか。あーやばい。さてどうだろう。別にどうでもいいんじゃないかな、そんなこと。うわーもう絶対してるよ。しかもさ、この感じ的にもう生きてないよね。
どうでもよくないか聞いているんだ。知ってるなら教えろ。頼む。いつものアメリアに戻ってくれ。まあ、いつも表裏ある感じじゃなくて、元からこれがアメリアちゃんなんじゃないの？怖いよマスター。そうだね、そんなに知りたいな。作業部屋に行ってみたらどうかな。作業部屋？どうして？うわ、あ、やばい、これ怖い。これは全部察した。見てみればわかるよ。ふ、やったねマスター、仲間が増えたんだよ。喜んでもらえたら嬉しいな。あ、気に入ってくれたら今度の作品の新しいパーツにしてもらってもいいんだよ。いや、これはちょっとホラーゲームの展開とあんま変わんないけど、でもホラーゲームではないな。いや、ちょっとヤンデレの同行してるな、これは。走る。圧巻だけが僕を突き動かしていた。嫌な予感なんて外れてくれ。すがるような、思いで足を動かした。はっはっ。作業部屋まで大した距離なんてないはずなのに、動機が激しい。冷や汗が伝う顔を上げる。恐る恐る扉を開けようとした手が震える。おかしいものなんて何もない。そうに違いない。てんてんてん。力を込め、ドアノブをガチャリと回した。その瞬間、目に入った光景は、何もなさそうだね。キョロキョロ見渡してるね。ぎこちない動きで部屋を見渡す。でもこれあれだよね。これが作業部屋なんだね。いつもいるところだね。何もいないのよね。なんだ。普段と変わらない光景じゃないか。これ完全にホラーゲームじゃないの？この安心した後にバッて来るのがホラーゲームだと思うんだけど。これ僕、叫ばないよ、絶対に。100% 絶対に叫ばないから、みんな音量下げなくていいよ。ほっとした？ほっとしたのもつかの間、見慣れるものが視界に引っかかった。目を凝らす。まさか、そんなわけがない。受け入れたくない意志に反して、身震いが止まらなかった。あー、なんだこれ。日常に紛れ込んだ異物。それは間違いなく、物を言わぬ人形と化したエマだった。エマ！駆け寄り体を起こそうとして、ゾッとした。触れた肌が氷のように冷たい。本当に人形かと察するくらいに、正気のかけらかな？かけらが消え失せていた。嘘だ、嘘だ、嘘だ。最悪の事実を否定したくて何度もつぶやくことしかできなかった。あー、これいいね。これちょっとあれだね、サムネイルにしたいね。もう可愛くない？これ僕これ可愛いと思っちゃうのやばいかな。なんかでもこういう丸顔、いや可愛いと思うけどな。あー、でもそうか、これさ、夜中眠ってたとして、みんな、はい、目つむって、はい、あなたは寝ています、ゆっくり心地いい空間で寝てます、はい、ちょっと目が覚めました、まあトイレ行きたいなーって感覚で目が覚めました、目を開けました、この顔がドン、ちょっと怖いね。この表情でこれ上から見下ろされてるのはちょっと怖いな。しかも手にはハンマーでした。あー、これは怖いわ。どうしてそんな女の、どうしてそんな女のことなんか心配するの。動揺でぐちゃぐちゃになった思考では、後ろにアメリアが来ていたことに気づけなかった。まさか、声を、振り絞る。まさかお前がやったのか。もうそれ以外ないでしょ、パース持ってるもん。あ、でも血はついてないからまだ別の可能性あるね。そうだよ。もういきなりその可能性を否定されたんだけど、180度転換したんだけど僕の意見が。結構大変だったな。チャイムを押さないように家の前で待ってたり、マスターに気づかれないように玄関からここまで誘導したりな。あー、ごめん、今僕気づいたんだけど、ここの辺全部モザイクかけてるかも。ちょっと下着が見えてるあたりどうなんだろうな。全部モザイクかけておきます、この辺。ちょっと文章読みにくかったらごめんね、ちゃんと読むから全部。でも驚いた。女性でも意識がないとあんなに重いんだね。邪魔だから少し移動させるのも一苦労だったよ。殴ってから行ったのか。そしたらでも血が垂れるから、どうやって、なんていうの、倒れさせたんだろうな。本当に、アメリアが。ふっ、人形もちょっと殴れば、人間もちょっと殴れば、人形みたいになっちゃうんだよ。面白いね。なんで笑っているんだ。そんなのもちろん嬉しいからに決まってるよ。邪魔者を排除したいという事実がね。これで僕とマスターの間に他の人間が入る余地なんてなくなったんだ。あの女がいなくなれば、また僕だけを見てくれる。僕だけを、僕のことだけを。最初はね、マスターに喜んでもらえれば、他のことなんてどうでもいいと思ってたんだ。でも、昨日、あの女と話しているのを見て気づいちゃった。自分だけを見てもらわなくちゃ嫌なんだって。マスターが見るのは僕だけでいい。話すのも僕だけでいい。触れるのも僕だけでいいって。おー、独占欲強いね。まあでも、4年間一緒にいたなら、まあワンチャンありか。でも、やっちゃった時点でもうダメだよね。人形じゃなくて人間として殺人罪犯してるよね。ねえ、マスター。ね、人を許せなくて人を殺してしまった僕、こんな僕を褒めて可愛がってくれる？おー、これがバッドエンドかトゥルーエンドかか。なるほど。僕ね、バッドエンドから見た、あー、これモザイクちゃんとかけてます、みんな安心してください。左が可愛い、右が狂ってる。どこまでモザイクかけてるかわかんないけど、一応ね、
可愛いと狂ってるがあるわけよ。で、バッドエンドから見てハッピーエンドを見た方が後味はいいと思うんだ。だから、バッドエンドを先に見たいんだよ。どっちがバッドエンドだと思う？普通に考えて可愛いを選んだ方が、まあなんかハッピーな感じで終わるけど、でもなんか胸クソ悪い、胸クソ悪いみたいな感じで終わっちゃう可能性もあるんだよね。で、狂ってるって言った方が、相手の目が覚ましてくれるパターンと、なんでマスターはそんなこと言うの？バーンとかやられてハンマーで殴られて死ぬ可能性もある。っていうことで、どっちの選択肢でも予想はつかないわけよ。ちょっと考えてきます。はい、ちょっとね、悩みすぎてめちゃくちゃ時間が経っちゃったんですが、まあ2年くらい経っちゃったんですが、もう極論ね、僕の今までやってきたゲーム理論で言うよ。ゲーム理論ってまあ本当にゲーム理論っていうものが存在するけど、まあそういうのは置いといて言うよ。この赤色がバッドエンド、青色がハッピーエンド。いや、てかトゥルーエンド。そのパターンがめちゃくちゃ多い気がする。だから赤色の狂ってるでいきます。はい、バッドエンド来てください。さあ、どうだ。お前は狂っている。確かにお前は僕の大事な人形だ。だけどこんなことを、こんな非道なことをして許されるわけがないだろう。どうして？マスター、僕はただいつもの日常が欲しくてやったんだよ。なのに褒めてくれないの？お前は自分が何をしたのか分かっているのか？分かってるよ。僕とマスターの日常を邪魔する障害の排除、それだけのことだよね。それだけ、この惨事をそれだけで済ますのか。アメリアは僕の人形だが、人間の心を持っていると思っていた。献身的で優しくて、誰よりも美しくて、その綺麗すぎて人間味のない人間性も、主人の僕に尽くしてくれるからこそ生まれる、情愛的なものだと。まさか、人形として扱ううちに、本当に何も思わない人形になり果てていたの、だというのだろうか。この女がいなくなれば、マスターはいつも通り僕だけを見てくれる。それはマスターにとっても嬉しいこと、そう思ったのに。はは、怒られちゃった。当たり前だ。可愛いって褒めてくれないのか。そっか、じゃあ言ってもらえるように、また頑張らないと。何かが頭上に向かって振り下ろされる。そこから先の記憶は途切れた。うわー、これやられたね、完全に。動けない状態にされちゃったんじゃないの？いや、でもこの立ち結構いいな。はよ、マスター。朝食の準備ができたよ。今日もマスターが大好きな日本食を作ったんだ。喜んでくれると嬉しいな。もうじゃあ逆に、他の女の子は近寄らないように、外に出れなくしたとかそういう感じなのかな。で、代わりにアメリアちゃんがなんか欲しいものは買ってきてくれるみたいな。はい、あーん。てんてんてん。あー、またこぼれちゃった。もうマスター甘えん坊だな。僕がいないと何もできないんだから。あれ、これちょっと待って。逆、ありえないと思うけど、一応予想してみていい？主人公の方が人形になっちゃったみたいな。そんな感じしない？てんてんてん。ハム。はい、マスター。口開けて。今度こそ食べてね。ちょ、おいしい？マスターのために精一杯作ったんだ。喜んでもらいたくて、褒めてもらいたくて。僕もマスターの舌、柔らかくて美味しいよ。は、じゅ、パー。ねえ、あれから1ヶ月も経ったんだよ。びっくりするよね。マスターといると時間の流れが早く感じちゃうよ。毎日欠かさず世話をしているんだよ。毎日欠かさず世話をしている。これは生きてないんじゃないか。食事も、お風呂も、着替えも全部。こんな僕は、いじらしくて可愛いかな。人形になっちゃってるね、主人公。てんてんてん。いい。可愛い。え、どっちだ？どっちが言ってるんだ？マスター！マスター！大好き！好き！僕はマスターに可愛いって言われるのが大好き。マスター、マスターといる日々が大好き。ってことは生きてるのか、可愛いって言ったのはマスターの方かな。マスターしかいらない。善も悪も考えなくていい。ただ僕のことを可愛いって褒めてくれればいいんだよ。そうすれば、すべて僕は世話して飼ってあげるから。そう、それだけの存在でいい。てんてんてん。何も言わない。何も動かない。でも大丈夫。僕が永遠に操ってあげる。わー、バッドエンドなのかこれ。マスターは僕の可愛いお人形なんだから。なんで男声で読んだんだ。マスターは僕の可愛いお人形なんだから。バッドエンド、僕の可愛いお人形かな。すごいフラッシュがかかってて見えなかったけど。マジか。これバッドエンドなのか。あ、戻ったね。あ、見てみんな、タイトル変わってる。僕の可愛いお人形。あ、逆パターンってことか。お人形が逆になったっていうことか。で、操り人形にされてるのは主人公の方になっちゃったみたいな、そんな感じか。はい、じゃあ、もう一個のハッピーエンドの方見たいと思います。よかった、バッドエンド当てて。ハッピーの方見れるよ、みんな。胸クソ悪くなくなるよ。よし、じゃあ。可愛いを選んでいきましょうか。はい、可愛い。もちろんここはモザイクかけてるよね。編集の僕任せたよ。ここモザイクかかってなかったら動画消えるかもしれないから、ちゃんとモザイクかけててよね。可愛いよ。今僕は何を口にした？アメリアは人を殺したんだぞ。それは、
ああ、なんちゃらめられ、なんちゃらされ、罰せられなければならない重罪だ。絶対に肯定するべき行為ではないのに、それなのに考えるより先に口が動いてしまった。まるで見知らぬもう一人の自分に糸を引かれ操られているかのようだった。どっちにしてもマスターの方がさ、操り人形にされてるじゃん。僕はそれ以上何も言うことはできなかった。ああ、でも可愛くない？普通にほら見てみんな。なんか愛してくれてありがとうみたいな感じで抱きついてきてるよね。結構これは可愛いけどね。ほんと？マスター大好き。愛おしい人形が僕の胸に飛び込んでくる。手にした武器も、背負うべき罪の意識も放り投げて。僕はそれを受け止めて、いつも通り盲目的に、流愛かな？流愛すればいい。たったそれだけで幸せな日々は確約される。そうだ、そうしよう。僕は何も悪くないのだから、すべてを忘れて一緒に生きようってことか。なのに、どうして素直に喜べない？もう人死んでるからでしょう。そりゃそうでしょう。だから道徳的な、なんていうの？感情があれば、その辺はやっぱりもやっとする気持ちが残っちゃうんじゃないか？ならよかったんだ。やっぱりマスター、僕のマスターだよ。てんてんてん。落ち込まなくていいんだよ。他の誰かがいなくても僕はずっと一緒にいる。それだけで幸せなんだ。葛藤かな？葛藤する意志も置き去りにした僕は、その言葉に逆らうことはできない。僕は彼女を肯定するだけの存在として誕生したのだ。うわ、どっちが人形かわかんないな。いや、最初からそうだった。狂っているのは僕なのかもしれない。まあ、それはそうだね。人形になってくださいって言った時点で狂っているのは主人公の方だった。糸に操られるがまま、手を伸ばしてアメリアの背中に包み込む。彼女が犯した罪とご一緒に。温かい。そうか、ならよかったよ。嬉しいな。マスターは僕に触れてくれることはなかったから、今すごくドキドキしてる。マスター、大好きだよ。ねえ、マスターは僕のことを好き？ああ、大好きだよ。じゃあ、可愛いと思ってくれる？もちろん。ハッピーエンドなのか？これは。アメリアは僕の可愛いお人形なんだから。どっちも人形になってるっぽいんだけどな。ああ、でも、まあまあまあ、気持ち的にはこっちの方がハッピーエンドなのか、殴られてもないしね。はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。もう一言で言うと、とんでもなく闇の深いゲームだったね。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。